そうです。どうぞ、とみちゃん。はい。いいですか、はい、かわちゃん、いらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりです。はい。はい、どうぞ、喋ってくださいよ。はい。はい。はい。高橋かもべさんの素敵なポスターが、いや素敵なとか言ってありがとうございます。はい、そうなんです。すごい嬉しかったね。スナック応援大使で一回、ちょっとクイさんはキャンペーンでお世話になりました。すごいですね。すごい、もうなんか めちゃ大きいお店でした。すごいいいお店で、すごくもう楽しい。今でもよその当時のことが思い出されます。よろしくお伝えください。いやでもすごいですよね。そんな玉作りなんかね、お越しいただけるってね。どこでも大使ですから。いやいや、ありがたいですよね。なんかめっちゃ近く感じますよね。お仕事で前はご一緒させていただいた。あれアウィーナでしたよね。アウィーナでしたよね。そうです。前回はアウィーナ4度目のスナックでお世話になりまして、はい、ねえ、今こんなコロナの時代なので、コロナでちょっとあれなんですけど、はい、またちょっと収まったら、はい、全国回ろう思ってます。スナック観光なんかモデルさんみたいに背が高いだけなんです。いやすごいですね。小柄な女性に私憧れるんで、すいません、私も小さくなりたい。いやでも素敵ですよね。もう、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなんで今日は、はい、よろしくお願いします。なんか一言ね、新しい今のね応援歌の歌を、はい、今すごい聞かせてもらったんですけど、すごい最後のこれがすごいですよね。どうも、沖縄から来たんです。沖縄から。沖縄から。あ、そうなんですか。はい、いらっしゃいませ。わざわざ。そうなんですね。そう、今なんかどういうことか、沖縄に。あ、そうなんですか。事務所が移りました。すごい。あ、いいですか、ひろかと。はい、どうぞどうぞ。あ、ね、今思い出した。私の親戚がですね、はい、宮城県の石巻にいるんですよ。はい、佐久間眼科っていう、あ、結構大きな有名な。石巻ですか。そうなんです。で、弟が昔その地震があった時に宮城県にいたんです。宮城県の都会ってところは何て言うの。仙台。あ、そうそう、仙台。都会。もう勘弁してよ。都会です。都会ですね。都会ですけど、はい、はい、そうです。佐久間眼科。あ、佐久間。仙台に佐久間眼科があるんですか。そう、いや違う、石巻にあるんですね。そうです。弟は石巻に。いつ止めようこれカメラ。はい、かわちゃんありがとうございました。